こんにちは。今日はバンラーレンタカーの GL250 ですねを洗車していきたいと思います。これ見てください。多分八戸は漁師さんの町なのでこんないい手袋が売ってるんですけど、これつけてやっていきたいと思います。まずはですね、車全体水で流していこうと思います。最初水である程度車洗わないと砂利とかついてると逆に擦ってですね傷ついてしまうので、まず車全体を水で流していきたいと思います。普段はですね、ボディはこの洗剤を使って洗っています。キャップ1杯分の洗剤を5リッターの水で薄めるって書いてあるのでやってみたいと思います。泡立てていきたいと思います。で泡立ったのでボディですね。今日はホイール洗わないのでボディだけ洗っていきたいと思います。普段これ両手につけて洗ってるのでこれでやっていきたいと思います。これ本当に手にはめることができてすごい便利なのでぜひ使ってみてください。じゃあ全体洗っていきたいと思います。通り洗い終わりました。今少しあれですね、花粉のシーズンなのですぐボディに何て言うのシミのようなものがついてしまって大変なんですけど、これ本当に便利なので使ってみたらどうでしょう。はい、一通り洗い終わったので水で流していこうと思います。
水で流し終わったので次拭き取りですね。こちらすごい水吸ってくれる布ですかね。水泳部の友達とかよくこんなの使ってたんですけど、これで拭いていきたいと思います。これで一通り拭き取りです。もう終わったんでピカピカになったと思います。もしなんかコメントとかでもっとこうしたら綺麗に洗えるんじゃないかっていうのがあったら教えていただければと思うのでよろしくお願いします。じゃあ。
さようなら。